今週も始まりましたまちつた情報局ですと。本日、9月19日、時刻は8時を回りました。本日もパーソナリティヤギがまちつた大手門スタジオよりお送りしたいと思っております。いやー、それにしてもですね、ちょっと今音すいませんね。改めましてヤギです。まあとてもですね、最近涼しいというか朝晩寒い状況になってまして、皆さん風邪などひいてませんか？実はですね、昨日の夜の深夜12時ぐらいにですね、急に腹痛に悩まされまして、ちょっとトイレとお友達に1時間ぐらいかな、トイレとお友達になっててヤギです。まあね、それはそれとしてね、今週もスタートしたいと思います。ということで、今週も始まりましたまちつた情報局です。改めましてパーソナリティのヤギです。お疲れ様です。ですね、いろいろとですね、今日喋らなきゃいけないことがいっぱいあります。なのでもしかすると曲の方がほとんどかからないかもしれません。まあ1時間丸々喋るわけではありませんが、できる限り喋りたいと思います。よろしくお願いします。で、今ですね、巷で騒がしてる、まあ今日の朝、もしくは今日の昼ぐらいまで騒がれてたと思うんですけども、あのイギリスの、ね、スコットランドの方が、ね、民主主義によって独立するのかしないのかという話をしてたと思うんですけれども、ね、上田の皆さんね、知ってる、もう今日の、ね、信濃毎日新聞の夕刊にですね、とでかく出てるんですけど、じゃじゃん、見ます？皆さん、信州大学の皆さんがもう数年前からで、軍 T がそのイギリスにね、イギリスの方で配信されていると、今日の信濃毎日新聞さんの夕刊の一面に載っております。まあかといって新米の方がいたんじゃなくてね、ロンドンの共同通信の方がこれですね、記事を書いてまして、写真もちゃんと載っておりますね。なんかイギリスの方もデザイナーか、ロンドンのインテリアデザイナーのダニエル・ブルームさん、ね、70歳が見た目いいし、子供に軍手を送るというコンセプトが素晴らしいと話していると、そんなようなことが書いてあります。あ、書いてありますね。2009年からね、この軍 T のプロジェクトがスタートして、もう6年で、ついにロンドン、ね、当時日本を離れて、とうとうこちらのね、海外までこの軍旗がどん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 ね、世界に進出してる軍旗がね、軍手ではありません、軍旗ですよ皆さん、ね。まあ詳しい内容はおそらくですね、本日の信濃毎日新聞さんの夕刊、もしくは明日の朝刊にも載ると思いますね。明日の朝刊にも載ると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてくださいね。よろしくお願いします。いやーねえ、まあ、実際のところその軍 T を販売したのがこの大手門スタジオ中央2丁目の交差点があるんですけど、この付近で最初は販売されていたというね。ねえ、このスタジオもどん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 大きくなればいいかな、頑張らなきゃいけませんね、頑張ります。ということで、まず軍 T の話をちょっとですね、させていただいたわけなんですけども、ねえ、おしゃれですよねあれね。で、確か昨年は何でしたか、小学生に送ったりとか、もう数年前からしてるのかな。こうやって軍手をね、まあより多くの人に知ってもらうために活動をしている信州大学の皆さん、いやー、どこまで大きくなっちゃうんでしょうね、これは先。とりあえず今回イギリスですけど、これ火つくと本当にですね、世界各国、に飛び交うのかな、きっとそうだと思います。なのでそんなことをですね、もっともっとでかくなることを夢見ながらですね、お伝えしていきたいなと。でもっとまた
その軍事の皆さんね、やってるプロジェクトの皆さんとコンタクトを取りまして、もしですね、できるようであればそちらの方々ともこちらのスタジオに来ていただいてね、いろいろと語っていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。でまず軍事の話、それでどこから行こうかな。そうですね、こちらちょっとですね、ちょっとメモ書きなんですけど、情報収集してきましたよ、ヤギもね。ですね、まず大好きな献血からいきますか、ね、目の手術以来全く献血ができてないヤギですが、こちら日本赤十字社のホームページ、ウェブサイトの方から移動献血車の運行予定ということで、今週、今日から1週間の間にこの上田小さ型東美市の中で開催される献血の模様をお知らせしたいと思います。9月25日の木曜日なんですけど、これ青木村の青木保健センターの方で9時30分から11時30分の間受付してますので、ぜひ青木村の方、その周辺の方行って献血してみてはいかがでしょうかね。一つよろしくお願いします。本当にですね、ここ何ヶ月全く献血ができていません。なので血の気が多いです。本当やばいんですけど、本当に血の気が多いのかな、やっぱり血抜いてないとね。まあちょっと先週でちょっといろいろと足のことがありまして、採血を何回やったんだっけ、右手で 2回、左手1回、計3回行ったんですけども、それでもまだ抜き足んないっていう感覚ですね、なんかね。もうちょっと抜いてくれよ。明日のジョーのね、ダーンって、アニメでありましたけど、血抜いてくれっていう勢いでね、抜いてみたいんですけど、ちょっとできない。ね。できないので、その辺はまたご了承ください。さあ、そうやって献血のお話を、ね、パン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 いきますよ、元いろいろと、まあいろいろありますんで。で次なんですけども、ですね、これまずこっちからいきますかね。これですね、まず明日9月の20日なんですけども、14時から信州大学経営学部の講堂で日本を代表するカリスマ経営3名上田に集合ということで、今日からか今日明日とですね、信州大学の経営学部さんの方でなんかいろいろと10周年の記念シンポジウム、何でしたっけ、サテライトベンチャービジネスラボライトリーっていうですね、主催の方が10周年ということでシンポジウム開催してまして、明日なんですけども14時から、ファンケルさん、ファンケルの池森さん、あと青木の青木さん、ドトールの何鳥羽さん、3人の方が来ていろいろとですね、創業者の方々といろいろと話をするそうです。すごいですよ、もうやっぱね、いろいろと見てました、ね、総合司会なんですけども、信越放送の中澤恵子アナウンサーに来ていただけるというね。まあ実際のところ、これですね、もう申し込みが9月の16日までに申し込まないと入れないという話になってますので、申し込んである方はぜひですね、行って話を聞いてきてください。私ちょっと仕事なんで行かれないんですけれども、これ行きたかったですね、本当に。なかなかね、こういう方々と話ができる機会というのはないので、ちょっと聞きたかったですね。ね、本当に多くの方々のお話を聞いて、まあ本当にね、時間があれば懇親会に出て、またそこでいろんな話も聞けるかな、聞けたらなと思いましたけども、ちょっと行かれないと。ちょっと残念なんですけども、まあ、こうやってですね、アンテナを伸ばしていれば、いろんなですね、その上田にもいろんな経営者の方、カリスマ経営者の方とかのイベントだったり講演会が多々ありますんで、ね、皆さんぜひ行ければ行ってみてくださいね。もう昨日京都信州大学の声楽がいろいろやってます、ね、ぜひ来てくださいという話もありましたけど、ちょっと仕事がありますので行かれませんけども、皆さんよかったらどうぞ。さて続いてなんですけども、これですね、主催の方が上田市、長野県上田市下時田商店会に、
主催じゃないで開催かにあります、春田駅田周辺で、明日と開催されますロッピス上田ね、ロッピス上田。ちょっとですね、昨日主催の方々とちょっと話せる機会があったんですけど、ちょっといろいろ忙しいということでできなかったんですが、とにかく上田に新しい人、町、文化の交流をということで、できれば来年あたりうちもですね、ここに加わってですね、いろいろと情報発信の一つとして加わっていきたいなってちょっと今思っております。それでですね、明日明後日なんですけれども、まず明日が11時から21時、明後日が10時から15時とね、2日間ちょっと時間違うんですけれども、まあ細かいこといっぱい言わなきゃいけないこといっぱいあるんですが、どうしましょうね。まあいろいろと音楽ありのその他もろもろ、まあとにかくですね、どこって言えばいいかな、上田市の下時田商店街周辺、そうですね、上田の駅前から上がってって中央1丁目の交差点を向かって右に右折していただいて、高城町という交差点があります。そこを北へ、左に曲がっていただいて、一つ目の三叉路ですね、そこを入っていただくと、右に入っていただいたところが下時田 の商店街になりますね。そのところから入っていただければ、もう多分11時ぐらいからワイワイガヤガヤやってます。実は今日もですね、準備の方一生懸命机を運んだりとか、その設営とか一生懸命やってましたので、ですね、それでこのロッピス上田で、ホームページもありますし、あと Facebook の方でもロッピス上田と検索していただければ詳しい情報出てますんで、そちらの方から見ていってください。よろしくお願いします。ね、本当はですね、本当に2日間ずっといろいろと見ていきたいんですけど、明日は仕事、明後日はですね、私朝から佐久平の方でちょっと仕事、イベントのお手伝いに行かなきゃいけないので、ずっとですね、まあこんなことやばっかやってますと、司会何度やってくれみたいな話がありまして、ちょっと司会やってきますんで、ちょっと一日ね上田にはいないんですけれども、そんなこともありますんで、ちょっと今回はこれ行かれないんで、ちょっと残念なんですけどね、いろんな方と会っていろんな話を聞いていきたいなと思っておいたんですけど、それができないと、ちょっと悲しい今日この頃でございます。さて続いてなんですけれども、ちょっと今日持ってこなかったんですけど、中央公民館って皆さんご存知ですか？中央公民館、上田市の。そちらの方でもですね、16日発行で、中央公民館だよりっていうものが出てます。上田市中央自治会の方で、いろいろと、その中央公民館の方の主催するイベントなどを書いた、チラシがね出てますんで、皆さんそちらも確か中央公民館行けばもらえるのかな、確かね、もしよかったら目にとってください、よろしくお願いします。またちょっと私もちょっと今日ドタバタしてまして、本当はもらいに行こうと思ったんですけど行けなかったので、またもらえましたらまたねお知らせお伝えしていこうと思っておりますね。さて続いてなんですけど、まだまだありますよ今日ね。そう、ノータにもですね、いろいろあるんですよ。先にこっち行きましょうかね。前回の放送で、上田電鉄別所線の7253編成が引退するという話をちょろっとしたと思うんですけど、なんと、その、記念乗車券が、明日から、7253編成引退記念乗車券を発売するそうです。まあ確かに平成5年からね、上田に来ましてずっと走ってる
ね、一番最初はステンレスのところに緑、濃い緑と薄い緑のストライプが入ってたんですけども、平成9年からでしたっけ、平成9年から確か今の形の、ね、マルマドリームに変わったと思うんですけれども、現在2両あるうちの片っぽが9月には引退するという話です。でその記念乗車券の方なんですけど、3枚セットで発売されるということです。1セットですね、720円、発売場所は上田駅と下野郷駅とあと別所温泉駅、時間は9時から5時の間ということになってますね。ちょっと古い車両がなくなるっていうのは本当寂しいですよね。うん、ちょっとね、まあそんなこともありまして、ちょっとね本当寂しいんですけどね、新しい車両が来ることはいいんですけど、やっぱり古い車両がなくなるっていうのはやっぱ寂しいですよね。そういう意味で言うと、来年の3月の JR のダイヤ改正で北陸新幹線が金沢まで延伸されると、今走ってる車両の一番最初で16年前から走ってた初代頭、まあ形式番号 E2 って言うんですけど、あれが全廃っていうか、全廃っていうか、あのこの区間は走らなくなるんですよね。おそらくそのまま上越新幹線の方走るんじゃないかなと言われてますけれども、そうすると全部今ね、皆さん最、まあ、大体の新幹線乗るとき、あ、新しい新幹線だって言ってね乗ってるあの E7 系、もしくは JR 西日本所有の W の7型ということになるんですけど、 E2 もね本当に、うん、新幹線、うん、まあうちの近所走ってるんで思い入れは強いんですよ。やっぱり全く何もなかったところに穴が開き、鉄橋ができ、あの橋ができ、試運転が始まり、そうですね、試運転始まって、あとなんだろう、そうですね、だから確かね、一番列車長野発東京行きの一番列車をうちの近所の丘でね通ってったっていうのを見たのはまだ頭に残ってはいるんですけど、その車両がもうね、この路線走らなく、あと半年ないか、半年でなくなってしまう、それも寂しいですし、でこの別所線のこういうねローカルな電車もなくなっていってしまう、ちょっと寂しいですよね。まあ実際のところだって、あと何年後かな、5年経っちゃうと、もしかすると信濃鉄道さん走っている今のその鉄でできてるんですよね、今信濃鉄道さんが走っている車両、あれ多分ステンレスの車両を買うのか、もしくはJR 東日本さんから譲り受けるのか、ちょっとその辺定かじゃないんですけど、新しい車両を入れないと多分検査に引っかかって車両を走れなくなっちゃうっていうのがこともありますんで、どうなるんでしょうね、いろいろと噂はあるんですけど、全く噂で終わってしまうのかどうなのか、やっぱ鉄道の話になると長くなりますね、本当に弱ったもんです。さて午後まだまだあるんですけど、あさっての21日なんですけども、ここから目と鼻の先にあります上田城址公園の方で上田城太鼓祭り大人編っていうものが開催されるそうです、ね、何なのこれっていう話なんですけども、上田城欅並木、紅葉祭りのプレイベントだそうです。すいません噛んじゃって。まあもちろん入場料無料です。何をやるのか、どこで何をするのか、詳しい話よく分かりません、調べたんですけど、で、まあ、とりあえず21日上田城の上田城址公園の方に行けばいろいろやっていると、多分太鼓をどんどん叩いてるはずですね。ぜひ行ってみてください。10時から14時、4時間しかやってないのでね、ちょっと気になるんですよね、太鼓祭り大人編、どんな大人、え、ちょっと待ってみたいな、ちょっとワクワクしながら行ってみるのもいいんじゃない、子供が見て大丈夫です、子供に見れました、子供見ても楽しめると思いますけど、何せ大人編です、ね、でお問い合わせの方なんですけども、上田城太鼓祭り実行委員会事務局
0268-23-2882 0268-23-2882 の金子さんまでよろしくお願いします。どんなお祭りなんでしょうね。え、楽しみじゃ楽しみですし、ちょっと聞いてみたいですよね。太鼓どんどこどんどこ行っちゃう。まあ楽しくやってみるのもいかがでしょうか。それとですね、先ほどちょっとですね、今日いつもですと自宅に戻ってそれから来るんですが、ちょっと用事が、じゃあ仕事が終わるのちょっと遅かったので、直接ですねこちらのスタジオに来てはいるんですけれども、でまあお腹が空いたのでちょっとですねいろいろと物色していたらですね、あれどこ行った、どこ行った、どこ行った、あった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 、あのですねこの上田の中央2丁交差点、ちょうどこのスクランブル目の前にスクランブル交差点あるんですけども、そのこっち側じゃ、あの何ていうの、運の町原町側じゃなくて松尾町の方に、あれ何でしたっけもう完全にど忘れしてる、あ、豊屋さんか、着物とか売ってる豊屋さんがあるんですけども、その北側にですね、なんと昨日オープンしたばっかりのお店がありました。あのお店の名前がどん丸1番上田原町中央店と、原町かよくわかんないですけどとにかくそういうお店ができました。何売ってんのって言ったら海鮮丼です。びっくりしました、本当にびっくりしました。全部で何種類あるんだこれ、何種類あるんだこれ、何なの2、4、6、70種類、70種類あります。本当にすごいです。で今日ですね、シャリ大盛りっていうのに目がくらみまして、満腹丼っていうものをいただいたんですけど、いやーびっくりしました、美味しいんですよ本当に。70種類以上、値段均一500円、かっこ税別だから1個買っても540円で、シャリ多めだと600円、ネタ大盛りだと700円、特盛りがあって、シャリとネタを共に大盛りすると800円とリーズナブルです。で営業時間の方が午前11時から午後の9時まで、結構長い間やってます。でその後のね文面が一番ウケたんですけど、定休日当面無休当面無休っていつまで無休だいって話なんですけど、でまあパッと見た限りだと、まあいろんなね、あの海鮮丼いろいろあります。どこまであるの、どこまで食べられるのか分かりませんけど、とにかくちょっとまた何回か、月に最低でも2回は行こうかなってちょっと今考えてます。まあ食べられないものはおそらくないと思いますんで、その中から食べてみようかなと思ってます。なんかね、気になってるのがどれだ、気になってるのにだって言って、まあちょっと本当にですねいろんなものがあるので、一つずつね書いてあります。生ものなので早めにお召し上がりくださいって、買ってから20分以内に完食してましたけど。でお問い合わせのなんか聞いたらですね、電話で注文を受けたまってるそうなので、電話番号が0268-78局の0175のどん丸1番さんまで、ぜひご注文してください。楽しいですよこれ、もう食べること鉄道に関してはガンガン喋りますからね、バカみたいに。ねえ本当に、なんだろう、あっという間にものもできてきたりとかしてたので、まだなんか口の中になんかつぶつぶが入ってまだプチ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 言ってますけど、またちょっとその店長さんね、呼べたら呼んでいろいろとですねここで宣伝もしてもらおうかなともちょっと今考えてます。まあそのためにまず通うことですね。あーこれ食べたいな、マグロサーモン丼ね、個人的にマグロより鮭の方が、鮭とかの方が好きなので、
あ、いいな、ちょっと。まあいいや、また行こうかな。また行こうかな。ということで、まあね、いろいろと、本当はですね、いろいろと使って放送したかったんですけど、ちょっとiPad をちょっとここでですね、バックアップじゃなくて、OS 変えてたらですね、何も、なんていうの、そのまま使えないというか、ちょっといろいろトラブってまして、まあ、普通に皆さんが言うほど時間もかからずに、普通にカツカツって、ね、アップデートじゃないんですけど、できたんですけど、何せ手元にですね、パスワード持って歩いてませんので、パスワードいくつだっけ？やっちまいました。まだ完全に、ね、出来上がってないんですけど、近いうちに直して、ガンガンやっていこうと思ってます。まあそんなことでですね、時間ももう時期30分近くなるんですけれども、まあね、そんなことをいろいろと毎週やろうかなと思ってまして、で、ちょっと今9月の中旬ね、時期になるんですけれども、10月に入りましたら、先月までやっていた CD 全国紹介みたいなことやってたんですけれども、そうでなくて、ここじゃなくて別の方でポッドキャスト、実はヤギの撮影日より心はいつも片思いというのを毎週木曜日に更新してるんですけれども、それをこの番組の後ろに、その全曲紹介の中に組み入れていこうかなと思っております。まあ実際時間的に20分ぐらいの番組なので、できるだけ20分になるように毎週作ってきてます。したいと思ってます。なかなかね、自分のプライベートのことを喋ったりとか、あと音楽やってる人たちの直撃インタビューとかしてこようかなと思ってますし、そうですね。最近ですと誰だ？最近ですと、まだ出てもらってないな。またちょっと直撃しながら。FM 長野で放送してる某パーソナリティさんだったりとか、まあこの間までラジオやってた某パーソナリティさんだったりとか、あと今週で、先ほど言いました、柵の方行くという話になったんですけど、そこでですね、大好きなミュージシャンに会えますんで、彼らにもちょっといろいろと声をね、いろいろ声を取ってこようかなともちょっと今考えています。あとどうなんだろう、他はですね、他どうだろう、それを組み込むということと、あと何だろう、火曜日隔週でやってる、ちょっと先週来れなかったんです、隔週でやる番組なんですけども、そちらの方なんですけども、タイトルの方を一応ヤギの部屋にしようかなって今考えてます。なんか変な音流れまして、すいませんね。ヤギの部屋に変えようと思ってます。で、何を喋るのかって話なんですけど、そちらはもう完全に趣味の世界を話そうかと思います。かといってもですね、自分が語れる趣味の世界って言っても、ある一部のアニメだったり、鉄道だったり、 F1 だったり、あとなんだろう、そんなぐらいかな。それを織り交ぜながら、各週もしくは毎週、毎週は無理だな、まあ、要するに喋れることが4つあれば、だいたいで1ヶ月に4回とか、まあ多分1ヶ月に2回ですね、2回、3回、それあっても3回、その中でいろいろと喋っていこうかな。まあ F1 といってもモータースポーツ全体のことをちょっと喋ろうかなとも思ってます。かといって一般の車はね、詳しくないんで、基本的にモータースポーツが大好きなので、その話だったりとか、あとそうですね、あとなんだろう、あと、まあ上田だけでもなくですね、いろんなとこ行ってますんで、行ってきたことの感想を、こっちで喋ればいいのこっちで喋ればいいのか、微妙なんですけど、なんかいろいろと趣味的なことを喋っていこうと思ってます、ね、何を喋るのか、その辺に関しては皆さんね、お待ちくださいというかですね、もうちょっとだけ待っててくださいね。ちゃんと準備ができ次第やろうと思ってます。あと、ちょっと、いつになるかちょっとまだわかりませんが、今のところ、いろんな方々に声をかけましたら、長野の方
あと東御市の方2名がですね、長野の方は11月ぐらいから放送を話し合いまして、月1回ぐらいの番組かな。あと東御市の方も、まあ、もともと喋ってた方なんでいつでもできるそうなんですけども、まあ、ライフスタイル合わせるがために、まあ、月1回の放送になればいいかなって本に言ってました。まあ、そんなにね毎週毎週やってくださいってお願いしませんので、ライフスタイルに合った放送を皆さんでやっていこうかなと思ってます。でこのスタジオがそういう人たちが集まってきて、でカレンダーじゃないんですけどタイムテーブルがちゃんと組めるような形でね、皆さんに常に聞いていただけるような形になればいいかなっていうのは思ってはいるんですけども、まあなかなかね、この周辺多少確かにね前暗闇の中でユーストリームだけやってただけなんですけども、最近はもう一応ね中央交差点2丁目のこの交差点のところで完全に動物園状態で窓越しから私喋ってる姿を見られてますし、あんまり最近興味ないのかな、やっぱり通ってきてもああまたやってるみたいな感じで見られるだけなんですけども、そんな感じで放送はしていますが、さあこの先どうなることやね。とにかくどんどんねえ、とにかく番組増やしたいです。この町スターでは随時喋ってみたい方随時募集してます。喋ってみたい方でもそうですし、あとこの周りね機材ちょっとだけあるんですよ。そういう機材使ってみたい方がいらっしゃいましたらぜひ言ってください、手を挙げてください。使い方教えながら、ディレクター業って言えばいいのかな、そっちの方も多少ねなきゃ困るので、そっちの方もちょっといろいろとですね付け加えていこうかなってちょっと思ってはいるんですけども、さあどうなることやら、ね、楽しみですね。まあそんなこともですねやりながらこの放送どんどん進めていかないといけないんですけども、なかなかね見てくださる方も少ないですし、そんなんでいいんだろうかって言われそうなんですけども、まあこれからもちょっといろいろと仕掛けてきますんで、まだ発展途上のこの番組ですんで、皆さん長い目で見てください。もし見かけたらぜひですねお伝え何いろいろと聞いてください。あとですねこの番組に対するご意見ご感想等は今出てますけどもね、メールアドレス今表示させてますんで、そちらの方までメールいただければ検討じゃん、ぜひいろいろ取り入れていきたいと思ってます。パーソナリティがダメだとか喋りがダメだとかは勘弁してください。好きでやってます。もっといろんな方の声を伝えていきたいために頑張ってきますので、ぜひご協力の方はよろしくお願いしますということです。まあね、いろいろと喋ってきました。もう30分ずっとああでもねこうでもね喋ってます。まあということでいろいろと喋ってまして、今週はちょっとこのぐらいでね、まだ先ほど言いましたけど本来であればここからね全曲紹介みたいな形、あやっちゃうかやろうかね。で今週ちょっと用意した曲なんですけども、これいつだっけ、2007年の何かさ4月だったかな、出会った場所が佐久市にありますライブハウスのオアシスさんっていうね、たまにちょくちょく今年ももう何度か行ってるオアシスさんで、飯田から来てるアーティストでいちごあんっていうアーティストがいるんです。またねいろいろとこのスタジオに来てもらいたいなと思ってはいるんですけど、そのいちごあんに出会ったのが2007年の初冬の春先なんですけども、その時に1枚、まあ、その当時も前に出してたんですけど、その時売ってたのは1枚しかないっていう話をされたんですけども、その時のシングルはですね自転車に乗ってというシングルが出てました。これね確かこの時歌ってくれたんですよね。
そう、久々に何胸打ち砕かれたというかですね、突き破られたというかですね、スカーンってですね、なんて素敵な曲なのみたいな、そんな曲を聴きまして、もう驚いてる今日この頃なんですけど、まあね、その自転車に乗って、もう今ですね、その自転車に乗ってのシングルなんですけども、完売して売ってません、もう手に入りません。曲自体も3曲入りだったんですけど、その3曲のうち確か両その3曲ともこの CD に収録してる以外は聴けません。実際のところ、もしこの曲、まあとりあえずまだあと2回あともう2回あるのかなあと1回かなあともう2回多分あると思う。そこで1号案のこの自転車に乗ってというシングルのカップリング曲すべて全部3曲ありますが、それをかけて気に入ったらぜひですね、リクエストください。こちらの方で、またかけたりなんだりしますし、あと1号案のボーカルのいちごちゃんは今柵に住んでますんで、ぜひ来てって言っていただければ、来てくれると思います、この上田まで。その時にまたいろいろと話も聞いてみたいなと思います。あのギターのアン様は、飯田 FM の方で喋ってたりとかいろいろしてるので、急に来てって言われても、多分この時間、金曜日のこの時間に来てと言っても多分来てくれそうにないので、それはちょっといろいろとインタビューしたりとかしていろいろ登場していただこうかなと考えています。ということで聞いていただこうかな。いちご庵で自転車に乗って。
自転車に乗ってあの坂登れば見せたかった景色きっと何かが待ってる自転車に乗ってスピードを変えたら二人の距離ももっとずっと近くなるからはい、聞いていただきました。いかがだったでしょうかね。まあ実際春先に聞くのが一番いいのかなというこの自転車に乗ってなんですけども、まあ明るい曲でしょ。あと2曲あるんですけども、まあ本人たち曰く1号案の中でスーパーメメシーソングっていうのがその後々にあるんですけど、それはまあ来週かけていこうかなと思いますけれども、めめしい曲って言ってはいるんですけども、ただまあ確かに歌詞的にはねめめしい曲のような歌詞なんですけども、個人的にはグッときて素敵な曲なんですよね。感情移入入っちゃって、まあライブで見るとなおさらうわーってくるんですけど、まあ涙はまだ流したことないんですけども、そんな1号です。あと2曲、まあ本当はですねもう2曲のプラスアルファでザ・ファイナルっていう、まあなんとか今年もねちょっと知り合いが出るということでセミファイナルちょっと行ってきたんですけれども、二次試験なんですけど、そこ行ってきた時のまあ彼ら1号はあのグランプリ取ってはいるんですけど、そのグランプリ取る前の週年にですね1号案じゃなくてシェイクハンズで出たっていうね、出て準グランプリかな取った時の曲で青空と T シャツと BGM っていう曲があるんですけれども、そちらですねあの一時期、まあ、今も使われてるのかな、車山高原のテーマソングとして数年使われてた曲です。とても素敵な曲なんですよ。今も現在も発売されてます茶柱という CD の中にもあのその09年バージョンかな、確か09年バージョンが確か入ってるはずなんですけども、歌詞は変わりません。アコースティック1本でもありません。ちゃんとした演奏って言ったら怒られるんですけど、そうじゃなくて通常のライブではなくてあのレコーディングだからできるということで、ドラムだったりベースだったりちゃんとしたエレキギターだったりいろんな楽器が入った素敵な曲もありますね。それもまた近いうちにかけていこうかなと思っております。まあね、どんどん寒くなってきますんで、冬の曲もねいろいろチョイスしていかなきゃいけないんですけれども、そうですね、野外ライブももうぼちぼち終わりですよね。今年何本行ったんだろう。今年は少なかったな野外でライブ。まあ来週、明後日ちょっともう柵の方に行きますんで、それが今年最後になるのかな。いやいやそんなことない、まだ行くよ。まあお誘いがあれば行きますし、まあちょっとね、あの本当であれば先週の日曜日に佐久市の、内山峠の手前のコスモスライブ、コスモス公園っていうかコスモス祭りのとこであったコスモスライブ行く予定だったんですけど、ちょっと足の調子がね よくなかったとか行かなかったんですけども、そうやってまだまだ全国じゃない、長野県中いろんなとこでまだまだ音楽ライブ活動皆さんいっぱいやってます。もしかすると今たまにですね上田の駅の構内じゃない移動通路か通路の中で高校生が歌ってたりとか
昔はね、今東京行っちゃいましたけど、そういうグループが歌ってたりとか、あとどこだろう、上田界隈でいうとその上田駅前ぐらいかな、まあ松本駅、松本だったら松本駅だったり、あと千歳橋の上だったり、縄手通りの脇だったりとか、そういうところで渡ってるのもまだ見かけますし、長野駅だと、今長野駅ちょっと改装中なんでできませんけど、あの権堂のアーケード通り、イトーヨーカドーの広場のところでやってる方もいますよね。確か蓮岡さんずっとそこで毎週金曜、何曜日でしたっけ、やってましたけど、今どうしちゃってるんですか、蓮岡さん。結婚して群馬に行ったって話は聞いたんですけど、そのまたなんかこちらの方にいるだのいないだのねえ、いたら連絡ください、よろしくお願いします。ということで、時間の方がもう8時45分回ってるんですよね。もう聞き飽きた方いるのかな。こんなこと言っちゃいけないんですけれども、まあ毎回ねこうやって喋ってますけれども、またちょっとずつなんですけども、情報を増やしながら、ゲストも呼びながら、いろんなことをちょっとですね付け加えながら放送を頑張っていこうと思ってますんで、皆さんご協力の方よろしくお願いします。あのこの番組ではですね、先ほども言いましたけど、喋りたい方、もしくは操作いろいろやってみたい方とか、企画やってみたい方、応援してくれる方、いろんな方すべて募集しています。ぜひ今出てるアドレスの方まで送ってください。私の方から連絡させていただきたい、連絡しますので、よろしくお願いします。ということで、今週も終わりになりますが、最後なんですけどもね、9月はこの曲を聴いてお別れしたいと思います。ということで、最後はノーリーニューの散歩道を聴いてお別れしたいと思います。で、この町スタなんですけれども、上田市にあります我が町魅力アップ応援事業で運営しております。あと場所の方なんですけども、上田市中央2丁目交差点の角にありますアウトドアビジターセンター内にあります町スタ大手門スタジオから、パーソナリティヤギが今週もお送りしました。それでは皆さん、また来週、バイバイ。今日も散歩歩いて進んだら、道草食って寄り道もして、だけど後ろは振り向かないで、きっと軽々景色が広がって、どんな山も谷も乗り越えられる、そしたらまた家に帰ってくればいいよ。1, 2, 3, 4